はい、皆さんこんばんは。一般社団法人京橋サイクエリアマネジメント事務局の野崎と申します。本日は京橋サイク主催の芸術文化講座にご参加いただき、誠にありがとうございます。それから、ちょっと配信が6分ほど遅れました。ちょっとトラブルがありまして、遅れまして申し訳ございません。冒頭に、スライド3枚で、京橋サイクの芸術文化講座、それについて少しご説明させていただきます。一般社団法人京橋サイクエリアマネジメントでは、アートと文化が誰にも近い街、これを目指してですね、様々な芸術文化活動を展開しています。昨年秋からは、京橋1丁目に竣工しました、ミュージアムタワー京橋、ビルの低層部には、アーティゾン美術館があるんですけれども、その16階、カフェに皆様にお集めいただきまして、月1回の頻度で芸術文化講座を開講してまいりました。具体的には10月、11月、12月、そして今年の2月と4回、このミュージアムタワー京橋の建設に関わった設計、デザイン、施工、運営、こういった方たちのお話をしてまいりました。本日は昨今のコロナウイルスによる緊急事態宣言下、その状況を考慮しまして、SteamYard と YouTube、これを活用したオンライン講座を企画いたしました。今回初めてこれを使ったものですから、ちょっと冒頭、配信が6、7分遅れて申し訳ございません。念のために、5月いっぱいは YouTube の京橋サイクのチャンネルで、視聴ができるように、するということにしております。はい。すいません。じゃあ次にスライド2枚目の説明に行きます。2020年度、の芸術文化講座はですね、講座の対象をファインアート、デザイン、ものづくり、伝統芸能、音楽等のですね、様々な分野に広げていきたいと思っております。本日は、そうですね、本日と7月、8月の3回、この3回は、アート&ロジック株式会社、後ほどご紹介いたしますけれども、増村先生、こちらにアートの活用、効用に関する基調講演的なお話をお願いし、本日は、アート活動によって、脳がどのように活性化されるのかというお話をゲストに上田先生、東京大学の大学院の講師の、特任講師の上田先生をお招きしまして対談形式でお伝えします。それから7月には、ゲストに、丸尾経営教育研究室代表、事業構想大学院大学教授の丸尾先生、をお迎えしまして、ビジネスの現場におけるアートと事業創発について、対談形式でお話ししていただきます。そして8月には、石井食品株式会社の代表取締役役員の石井社長様にゲストでおいでいただきまして、アートと食、経営にはアートが必要と、このような内容で対談、形式でお送りしたいと思っております。そして9月からはですね、様々なアート活動を展開しておられるアーティストの方々にパフォーマンスとその解説をお願いしようと、そういう企画を今練っておりますのでご期待ください。それでは今日のタイムスケジュールについて次にスライドでご説明いたします。今若干遅れておりますけれども、30分ぐらいで、増村さんのお話をいただきまして、その後、7時少し過ぎぐらいから上田さんのお話、やはり30分ぐらい。その後に、お二人の対談、それから、質疑応答をさせていただきたいと思っておりまして、YouTube のメッセージ欄、こちらにですね、投稿していただきますと、そのお答えであるとか、その辺をさせていただくことになると思います。はい。それでは、本日のテーマ、アートと脳科学、それからアート活動によって脳がどのように活性化されるのかというお話をしていただきます、増村先生と、それから上田先生をご紹介したいと思います。増村先生、よろしくお願いします。はい。はい、皆さん、こんばんは。私、アート&ロジック代表の、増村と申します。本日は、先ほどお話ありましたように、30分間私の方でですね、アート的な思考はというところから始めさせていただきまして、その後に東京大学の上田先生にバトンを渡しさせていただいて、アートと脳科学、アート活動によって脳がどのように活性化するのかというお話をさせていただいた後に、私と上田先生で簡単な対談をさせていただいた後にですね、皆さんのご質問を受けてまいりたいと思います。はい。それでは、私の、講義をさせていただきます。はい。よろしくお願いいたします。はい。それでは、お話しする前に、上田先生、簡単な自己紹介、よろしくお願いいたします。はい。皆さん、こんばんは。東京大学の上田です。認知神経科学、脳科学ですね、を専門として人間の感性や創造性の研究をしています。今日はいろいろ、いろんなお話を面白くできることを楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、それでは、まず私の方のレクチャーから始めさせていただきます。私は現在ですね、アート&ロジックという会社でですね、個人、そして法人の方々にですね、アーティスト、デザイナーの方とともに、デッサンを書くことによって脳を活性化してですね、新たな気づきと知覚を促す講座をさせていただいております。本日はですね、アート的な思考はということでお話をさせていただければと思います。はい。もう一昨年になりますが、このような本を発刊させていただきました。本日のコンテンツとしまして、まず発想力を引き出すためには、そしてアート、サイエンス、デザイン、テクノロジーの関係性とは、そして MBA と MFA、そして意識のアップデートと意味の展開、こういった形でお話をさせていただきます。まず、冒頭、皆さん、どんな時にアイデア、発想が浮かんできますか？大体皆さん、2つのパターンだと思うんですね。A パターンは机の上でじっくりと考えている。そして B パターンはふと突然、移動中ですとか、お風呂場ですとか、寝るときですとか。この大体2パターンだと思うんですね。私がですね、リアルで、皆さんの前で講演等させていただきます。まずインタビューでこういう話をさせていただくんですけれども、大体、5分くらい考えていただきますと、多くの方がですね、B、ふと突然の方がやっぱり多いんですよね。じゃあ、発想ってどういうものかというとですね、発想力を生み出すエンジンというのは、いわゆる論理と感性のバランスが揃って、それがぐーっとですね、昇華して、このクロスポイントのところでポーンと発想が生まれるわけですよね。ですので、机の上でじっくり考えている方もですね、それ以外の時間で意識化でいろいろと考えているわけですね。つまり、左脳的な論理的思考、そして言語思考というものと、右脳的なイメージ、直感、ひらめきっていうのは、こちら、クロスポイントになった時にポーンとアイデア発想っていうのが生まれるわけです。最近、01という言葉をよく聞きますけれども、いわゆるですね、01というものはですね、こちら、海抜ゼロをちょっとメタファーとして使っているんですけども、海抜ゼロの下にですね、思考とか体験とか記憶とか、個々人の様々な意識化のものがあります。で、それを、いわゆる海面上にポンと出す。それがですね、アート的な思考と、私は、考えております。さて、アートとかサイエンス、テクノロジー、エンジニア、デザインっていうのは皆さん別物だと思っておりませんか？実はですね、今から500年前のルネッサンスの時代は、サイエンスだと同じ学問だったんですね。こちらすべて、レオナルド・ダ・ヴィンチの偉業の数々ですよね。真ん中にモナリザの微笑みがありますけれども、画家兼、研究開発者兼、そして発明家兼エンジニアだったわけですよね。でこれをですね、ちょっと私4象限の方に落とし込みました。横軸はロジックから完成。縦軸は下が課題解決から問題提起。そして新たな価値の創造になるわけです。さあ、これ見てみますと、レオナルド・ダ・ヴィンチは全ての領域で活躍していたわけですよね。例えば、ロジックで問題提起をするとサイエンスになります。例えば、iPS 細胞を発明してノーベル賞を受賞した山田先生などは、まさにロジックで問題提起をして新たな価値の発明を iPS 細胞でしたわけですよね。それがですね、課題解決にどんどん降りていくと、再生医療ですとか、医療テクノロジーとかエンジニアリングの世界になるんですね。で、こちらをロジックサイドとしますと、右側が完成サイド。例えば、完成で課題解決するのはデザインなわけです。これは、レオナルド・ダ・ヴィンチが設計した、礼拝堂なんですけれども、建築家のことをアメリカではデザイナーと言います。これもですね、王族とか貴族の方にですね、みんなが礼拝しやすいような建物とか衣装とかですね、中に入ったら座りやすいで椅子のデザインとかをしたわけです。まさに完成で課題解決をしたわけであります。さあ、感性で問題提起、そして新たな価値の創造をするのがアートというお話をしましたが、このモナリザの微笑み、実はこの当時大きなイノベーションが2つあったわけですね。1つ目はですね、冒頭でもお話ししましたデッサンってありますよね。デッサンというのは、実はルネッサンスの巨人たちが開発した表現の技術なんですね。その当時はですね、写真がない時代でしたので、いかに平面の上で立体的に見えるかというデザインというのを技術と視覚の技術として開発した。これ大きなイノベーションの一つなんです。そして二つ目は、これ、モナリザの微笑みの絵ですね。で、この当時の画家というのはアーティストというよりも絵師に近かったわけなんですよね。どういうことかというとですね、王族貴族に雇われて、王族貴族がクライアントとしてですね、絵を教えていたわけであります。つまり、王族貴族から言われたことをやってる。それが当時のアーティスト。絵師に近い仕事ですね。それがある日突然、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、自己の表現、創発をしたわけですよね。その当時ですね、相当大きな批判にあったわけです。当時のアーティスト仲間からが、お前はなんで自分の意思を表現してるんだと。私たちというのは王族貴族に雇われたことを絵で表現する。それが仕事じゃないかと。もちろん王族貴族たちにもお前は何をやってるんだというようにお叱りを受けたわけですね。ところが、このモナリザの微笑みが自己の創発。いわゆる今のアーティストのアート活動の原点は、レオナルド・ダ・ヴィンチが始めたのです。これはまさに表現のイノベーションであったわけです。さあ、この4象限、お分かりいただけましたでしょうか。それではですね、時代をどんどん進めていきましょう。19世紀後半。このようになりますね。サイエンスはレントゲンが発明されました。テクノロジーはウィリアム・ベルが電話機を発明しました。こんな大きいですね。今、皆さん持ってるスマホは手のひらの中にほぼ収まる。ちょっと大きいぐらいですよね。そして、デザイン。こちらは、中世のファッションデザイン。腰にコルセットをはめてますよね。そして、この時にアート。印象派が登場したわけです。さあ、サイエンス、テクノロジー、デザイン、アート。サイエンス、テクノロジー、デザインは、やっぱりちょっと古臭いなっていう感じはしますよね。さあ、こちら見てください。これ印象派の絵ですけども、今でも古臭いなって感じますか？そんなことはないですよね。今もって斬新な表現なわけですよね。ちなみに印象派っていうのはなぜ印象派と呼ばれているかと申しますと、当時の主流派の画家たちから印象派たちに向かって、お前たちの絵は印象的に下手くそだなと、揶揄された表現として印象派っていうのは言われたわけであります。さあ、それでは今度20世紀の後半、1950年代ですね。サイエンスは半導体が発明されました。そして1958年にノーベル賞を受賞しました。今ではもうマイクロチップですよね。テクノロジーは、こちらは IBM 製の8メガバイトのハードディスクです。まあ小さい女の子が乗ってるぐらいですから相当大きいですね。これ8メガバイトです。皆さんの携帯電話16ギガとか32ギガの世界ですよね。そしてデザイン。こちらはグラフィックデザインですけれども、昭和のレトロデザインですよね。さあ、この1950年代後半のアートは、どのような活動が主流だかっていうと、シュールレアリズムが台頭しているんですね。さあ、このサイエンス、テクノロジー、デザイン、アート、見てください。デザインなんか昭和レトロのデザインですよね。テクノロジーも今マイクロチップ。サイエンスもマイクロチップ。さあ、これアート、この絵見てください。古臭いって感じられますか？今もってとても斬新ですよね。つまり、アーティストたちというのは常に感性で問題提起をして新たな価値の創造をしていくわけです。このシュールレアリズムは翻訳すると現実を超えた現実なわけですよね。つまり、通常であれば海があって、砂川があって、その上に、まあ、崖があって、山があって、頂があって、その上に、まあ、お城があるっていうものが現実ですね。これを現実を超えた現実としてですね、海の上に岩を浮かべてしまったわけです。まさに、感性で問題提起をして、新たな価値の創造をしたわけです。アーティストたちは常に普遍的な価値の創造をすべく日々制作活動をしているわけです。もちろんサイエンティストもそうでしょう。しかしながらアートっていうのはどんどん表現がアップデートされてますので、普遍的な価値をアーティストたちは日々目指して活動をしているわけです。さあ、この4象限、詳しくお話しさせていただきましたけど、お分かりになりましたでしょうか？我々は今まで、ロジックにもしかすると偏りすぎていたんじゃないでしょうか。戦後の焼け野原から偉大な経営者の方たちがですね、素晴らしいビジネスモデルを作ったわけです。もう戦後の焼け野原から何十年も経ってますよね。そうすると、どんどんやっぱり新しいビジネスモデルが生まれなくちゃいけないですね。その時に、やっぱり直感とか感性で問題提起をするですね、新たなアート的な発想が必要なわけです。まあ今、緊急事態宣言が発令されてですね、世界中が大変なことになっておりますけれども、まさに今、我々はですね、新たなパラダイムをですね、超えるためにですね、感性でですね、新たな問題提起をして、まさにアート的な思考でですね、付加価値を、作るべきではないでしょうか。はい。続きまして、なぜ今 MBA から MFA の時代なのかというお話をさせていただければと思っております。MBA 経営学修士、こちらを視聴されている方も MBA ホルダーの方がいらっしゃるかもしれません。MFA、初めて聞く言葉もなんではないでしょうか。マスター・オブ・ファイン・アーツですね。美術学修士です。今、アメリカではですね、MFA ホルダーの方が最も高い給料で迎えられます。高い給料で迎えられるということはですね、いわゆる MFA のホルダーの方が業績をアップさせるということですよね。それではちょっとエビデンスを見ていきましょう。こちらはですね、世界の広告会社ランキングであります。アドバタイジング・エイジ・リポートというですね、アメリカのですね、広告業界で権威ある雑誌の年間ランキングです。1位から10位の間には、日本の電通さん、博報堂さんもランクインしてますよね。この中にですね、10年前まではですね、ランクインしていなかったようなですね、会社が入っているわけです。どういう会社かというと、6位にアクセンチュアさん、そして9位に IBM さんです。こちら、いわゆるアドエージェンシー、広告会社ランキングなわけです。皆さんびっくりしませんか？実はですね、先ほどの4証言でお話をさせていただいた通りですね、今、広告というのはアドテクノロジーと言われているように、ロジックで課題解決をする時代に入ってますよね。ところが広告会社ですから、クリエイティブ機能もないといけませんよね。まさに今言われている UI とか UX デザイン。そのためのですね、陣頭指揮を取っているのが MFA、美術学習士を身につけた MFA ホルダーであるわけです。つまり、アートを学んだ人たちがビジネスをアップデートしているわけです。ちなみにアクセンチュアさんは現在世界中の広告制作プロダクションをどんどんグループ化しております。日本でもホームページ制作大手の IMJ さんをもう数年前にグループ化しました。一方で IBM さんは世界中で2000人のデザイナー職の方がいらっしゃいます。その2000人のデザイナー職の方の中には、ディレクター職、日本でいう部長職として、MFA ホルダーの方がですね、陣頭指揮を取って、UI、UX、デザインを率いているわけです。先ほど申し上げましたように、まさにアートを学んだ方がですね、ビジネスを牽引する時代にわけです。さあ、次にですね、1を2にする課題解決と01のクリエイティブのお話について申し上げます。1を2にする課題解決、これ改善ですね。例えば、電気自動車というのは改善に当たりますよね。と言いますのも、ベンツの生みの親であるダイムラーさんがですね、ガソリンの内熱エンジンを開発したわけですね。それをヘンリー・フォードがですね、大量生産にして、大きなビッグビジネス化をしたわけです。今は地球環境とかですね、様々な資源の枯渇という条件がある中で、ガソリンの内燃機関というのを、それを電気化する。つまり、1を2にする課題解決ですね、改善にあるわけですよね。01。こちらの代表的な例としては、まさに、コンピューターを作った人は01なわけですね。これが改善と創造の違いですね。もちろんアート的な思考というのはこちらの01の創造なわけであります。さあ、この01というところがですね、もともとが我々の意識下にある思考とか経験、体験というものを表出化させること。そして、01のは常に創造的なものだというところをご理解いただけたと思います。さあ、次に意識のアップデート、意味の展開というお話を、させていただきます。さあ、こちら、初代のウォークマンですね。初代ウォークマンは、課題解決によって生まれましたかというお話なんですけれども、様々なマーケティング調査をしたり、インタビューをしてですね、市場調査をして生まれた商品では実は全くありません。当時のソニーの会長であった伊深さんがですね、部下にですね、俺専用のコンパクトでいい音で聴けるためだけのちょっとマシンを作ってくれないか。録音機能とか、再生のスピーカーはいらないぞっていうふうに部下に、ちょっと作ってくれって相談したんですね。まあ、なぜこんなことをですね、伊深さんはですね、考えて、まあ、僕らにちょっと作ってくれと言ったのかというとですね、その当時のソニーさんは、どんどんグローバルに展開する時代だったわけですね。そうすると、まあ、トップの伊深さん、ナンバー2の森田さんは、もう毎週毎週世界出張してるわけです。まあ、忙しいわけですね。で、伊深さんは音楽を聴くのが趣味ですから、例えば移動中の飛行機のファーストクラスですとか、ホテルの部屋の中でリラックスしたいためにですね、世界中どこでも持っていける、いい音で聴ける再生専用のものを部下に、まあ、面接作らせたわけです。やっと出来上がった時に、飛行機の中で、おそらくまあ、ファーストクラスでしょうね。自分の大好きなクラシックのカセットテープを入れて、部下が作ってくれた専用の小さいヘッドホンをしてですね、スイッチを入れたわけです。そうしましたら、音が良すぎて感動したわけですよね。そこで、伊深さんはこう思ったわけです。カセットテープレコーダーを日本で初めて作った。この俺は感動させたぐらいなんだから、これは世界中の人は絶対感動するだろうと。いうことでですね、帰国早々、役員会にかけたわけですよね。まあ、この部下の何々君が作ってくれたら、この再生専用のコンパクト。これすごい音なんだ。みんな、これを次の柱の商品にしようじゃないかと言ったわけなんですね。ところがですね、盟友の当時の社長の森田さん以外はみんな大反対したわけですね。それなぜかというと、ちょっと伊深さん。我々ソニーはカセットテープレコーダーを作ったことによってどんどん発展してきました。カセットテープレコーダーの意味というのは、録音再生でこそ意味があるわけですよね。それが録音もできないし、再生の時にスピーカーもついてないものなんて、こんなの売れるはずないでしょと、猛反対を受けたわけです。つまり、一般の方の常識から言うと、カセットテープレコーダーの意味というのは、録音して再生して、録音再生してこそ意味があるわけです。当時の会場の伊深さんはびっくりしたわけですよね。まあ皆さん一般的に考えてください。一般の常識から考えるとですね、当時の録音できない、再生のスピーカーができないカセットテープレコーダーなんか意味がなかったですね。ところが、伊深さんはここでいい音で聞くという意味の展開をしたわけですよね。これはまさに視点を変えることなわけですね。この視点を変えるというのもとてもアート的な思考であるわけです。実はこのウォークマンは、まあ、世界中で大ヒットを、したわけですよね。これはまさに意味の展開のですね、偉大なる例と言えるんではないでしょうか。ちなみにこのウォークマンに感銘を受けたスティーブ・ジョブスがアップルを作ったわけです。ちなみにこの初代ウォークマンですね、みんなシルバーのところの色というのはですね、MacBook Pro のですね、シルバーの色と同じ色なわけです。ちょっとこれは余談でした。ちなみにウォークマンは世界中で大ヒットして今も続いている素晴らしい商品ですけれども、ウォークマンは音楽の意味も変えてしまったわけですね。どういうことかと申しますと、音楽というのはそれまで鳴っているところに人が集まるわけですね。だから昔、ジャズ喫茶ですとか、ロック喫茶ですとか、名曲喫茶があったんですね。鳴ってるところに行く。それが音楽の視聴スタイルだったんですけども、ウォークマンによって音楽を持ち運ぶという視聴スタイルに、まさに音楽の意味を変えたわけですね。で、そこからどんどんウォークマン自体コンパクトになりまして、それがいわゆる Apple の iTunes ですとか iPod につながっていったわけです。これまさに意味の展開ですね。意味の展開。見方を変えることによって新たなイノベーションが生まれたわけです。さあ、これとアートがどう関連するのでしょうか。例えば、鉛筆と消しゴムの意味を考えてください。鉛筆っていうのは、こういうように線を描くもの。消しゴムというのは、間違いを直すものというのが、我々日本人の鉛筆と消しゴムの関係性であり、意味でありますよね。さあ、私がですね、主催している、アート&ロジックという講座の、デッサンなんですけれども、まあ、こういう方がだいたい4時間ぐらいで、ここまで書けるようになるんですね。こういう方が2日目には、ここまで書けるようになります。皆さん驚いたんじゃないでしょうか。これはですね、まさに意味の展開なわけです。我々日本人は物事を線で捉えますよね。鉛筆で線を描いて間違いを消しゴムで直す。ところが西洋デッサンというのは消しゴムで光を描いて鉛筆で影を描くわけです。つまり線で捉える我々日本人と物事を光と影で捉える欧米人のまさに意味の展開なわけですよね。で、これはどっちがいいとか悪いわけではありません。こちら、ジャポニズム。皆さん聞いたことがあるかもしれません。後期印象派の画家たちは、とても日本画に影響を受けたわけですね。なんで日本画に影響を受けて、まあ、模写までするぐらいの影響を受けた。これなぜかっていうとですね、当時の印象派の画家たちっていうのは、物事を光と影で捉えているわけです。それをですね、日本が見たときに、日本人は天才的な民族である。世の中にない線で物事を捉える。さあ、例えば私こうやって手を動かしてますよね。世の中、線は動いてないですね。世の中に線はないわけです。厳密に言うと、光と影の反射の角度の違いを網膜が知覚して物事を認知する。まあ、こういう考え方なわけです。欧米の人たちは。それを線で捉えたっていうところが、まさに意味の展開をしたというところで、感動を持って迎えられましたので、いわゆる印象派の画家たちは、日本画に影響を受けたわけですね。これが、まさに意味の展開であるわけです。簡単ではありましたが、アート的な思考というものはですね、ポイントとしましては、まずは、ゼロからある意識化のものを表出させる行為と、もう一つは物事の意味、見方を変えて、それを出力する。そういうものであります。こちらにて、私のレクチャーを終了させていただきます。続きましてはですね、東京大学の上田先生のですね、脳科学とアートについてのお話を引き続きバトンタッチをいたします。上田先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。改めまして、東京大学の上田です。私の方からは、アート活動によって脳がどのように活性化されるのかという話を私の専門である認知神経科学の立場から創造性と脳との関連からお話をしたいと思います。これが今日のお話のアジェンダになります。で、結論を最初に言ってしまいますと、アートを鑑賞するということとか、あるいはアートを作るということは、創造性を発揮するのに非常に良い脳の状態になっていますと。そういうお話を今日はしたいと思います。で、アジェンダに沿ってお話をしていくわけですけども、創造性はいろんな分野で使われるので、一体創造性と一体何なのかというのは説明が結構難しいので、お話をしたいと思います。で、創造性にとって良い脳の状態とは一体何なのかという話もしっかりしていきたいと思います。では、創造性とは何なのかという話を始めたいと思います。このスライドには様々な分野で創造性を発揮した人を載せてありますが、ベートーベンですね。それまでにない音楽を作り上げた人です。で、これはニュートンですが、この人も同様に科学の体系を作り上げました。それまでにない学問体系を作ったわけですね。あと、ピカソ。これは絵画においても同様のことが言えます。で、先ほどお話が出ましたけれども、スティーブ・ジョブズ、これ産業界で、やはりこれまでにないような製品サービスを作り上げたと言えるでしょう。で、他にもダンスや演劇などいろんな分野で創造性を発揮した人がいると思います。ただいろいろ創造性ってあるよねという話では少し科学にはなりませんので、科学的アプローチとして共通するものは一体何なのかということを考えるわけですね。これシンプルなんですが、創造性とはどんな分野においても基本なところはオリジナルで価値あるものを生み出す能力であるというふうに捉えて、科学的にいろんな研究を進めていくわけですね。で、これが創造性を発揮するプロセスをこういうふうに考えて研究を、多くの研究者が進めています。まずも、何を作るべきなのかというような、何にみんな困っているのかとかいうふうな問題に気づくというところがあります。で、ひたすら考えるというプロセスも実は必要です。で、そこから何か、これはいいんじゃないかというようなひらめくのような状態があります。で、ひらめくだけだと、クリエイトしてませんので、それを実現するというようなプロセスがあります。で、東大生なんかに授業で、クリエイティブになりたいですかというふうに聞くと、ほとんどみんな手が上がるわけですね。で、じゃあ一方で、じゃあ君はクリエイティブだと、自分自身はクリエイティブだと思うかというふうに聞くと、手がほとんど上がらないんですね。ただ、社会人大学生、大学院生になると、結構多分、いろんな分野でいろんな自分の能力を発揮した経験があるからでしょうが、そういうふうなクリエイティブですかって聞くと結構手が上がるんですね。で、そもそも東大生はですね、この、創造性を発揮するプロセスの問題に気づくというところが結構苦手にしています。というのは、受験勉強で答えのある問題をひたすら解くことは訓練してきてるんですけども、問題を作る、問題は何なのかっていうことに気づくっていうのが、なかなか訓練されて、弱いというふうに言えます。で、この2つ目のプロセスのひたすら考えるはかなり得意なわけですね。論理的な思考をひたすら受験勉強で練習してきたわけですから、ここは得意です。一方で、ひらめくって一体どうやってひらめくんですか、ここは難しいわけです。で、最後のこれ実現するというのは、私、工学部に所属していますが、工学部の学生なんかは、これ実現するっていうのは非常に得意なわけですね。で、今日のお話は、ひらめきが、皆さん、望んでいるところだと思うんですけど、ひらめきに至るには、どのような脳の状態が、このあたりのプロセスですね。適しているのかという話をしていきたいと思います。さて、ちょっと本題に入る前に、簡単に私がどういう研究をしてきたかというのを1枚のスライドでご説明したいと思いますが、私もともと精神医学の分野で精神病の精神疾患の脳のメカニズムの研究をしていたんですね。例えばデプレッションですね、うつ病なんかでは結構増えていますけれども、将来に対して悲観的な見方しかできずに、もう働けないんですといったようなことが起こりますけれども、そういったのは一体脳のどういうふうな状態でその症状が起こるのかというような研究をしてきたわけですね。ですので、これ学生の時にやっていたわけですけども、学生の時は医学的な立場から、トリートメント、何かマイナスになってしまったものをゼロに戻すというふうな脳の研究をしていました。で、ここ10年はですね、工学分野に少し足を移しまして、分野を移しまして、人間の、ユーザーの感性であるとか、設計者、デザイナーのクリエイティビティ、創造性なんかの、脳のメカニズムを明らかにして、それを増強する、発揮できるような、ことができないかというような工学的な研究に軸を移して研究をしてきました。ですので、この両者の観点が含んだお話になってきます。さて、創造性の話に戻りますと、これですね、チェザーレ・ロンブローゾという精神医学者がですね、かなり膨大な臨床の観察から、こんなことを言ってるんですね。創造性の高い人は変な人が多いということを言っています。これなんとなくピンとくる人もいるかなと思いますが、これ逆がなかなか成立しないのはあります。変な人が必ずしも創造性の高い人とは限らないですが、創造性の高い人はどうも変な人が多いんじゃないかということは観察的に、あるいは経験的に言われてきたわけですね。さて、またさまざまな分野で、創造性を発揮した人をまた並べてあります。レオナルド・ダ・ヴィンチですね、エジソン、アインシュタイン、ニュートン。で、これらの人に共通していることを少し考えてみますと、精神医学の分野で過去の偉人の伝記や日記などからその人がどのような精神疾患にかかっていたかを推測する精神病跡学というふうな学問があるんですね。で、そういうふうな学問で、これらの創造性を発揮した人は、どうもいろんな伝記とか日記、エピソードなんかから推測するに、今でいう自閉症であるとか、あるいは発達障害、学習障害にかかっていたんじゃないかというようなことを指摘する、学者がいるわけですね。で、こういった、精神的な病っていうのはどのような特徴があるのかというふうに考えてみますと、そういった特徴で、そういうふうな創造性を発揮できるのかなというふうなことを考えたときに、少し脳科学的な立場から考えると、前頭葉機能に、どうもヒントがあると。先ほど、自閉症、発達障害、学習障害といったような、疾患ですね。前頭葉の機能が弱まっているというふうな共通の特徴があります。そこに何かヒントがあるんじゃないかと考えたわけです。で、簡単にこの前頭葉の働きをご紹介しますと、これ、皆様持っている脳の模式的な図ですけれども、これが前の方ですね。これが後ろの方になります。で、前頭前野、背外側部、これ、名前はそれほど覚えなくていいんですけれども、前頭前野の、外側の部分ですね。の、機能が先ほどの病気なんかでは低下するわけですね。で、こういったところで何をしているかというと、何かを選択して、何かに集中して、意思決定をするということをしています。例えば皆さん今、モニター越しにこれを見ていると思いますけれども、そういったときに、例えば部屋のエアコンの音とか、あるいはなんか外の、救急車などとか、いろいろ聞こえてくると思うんですけれども、それは今の状況にあまり自分にとって意味がないというふうなセレクションして、今、モニターの、画像であるとか、音声だけに集中して、じゃあ聞きましょうというふうなことをしているはずです。こういったような、なんか自分の経験に即して、これはあんまり今には関係ない、これは重要だということを取捨選択して、ある種の経験的なステレオタイプでずっと生活をうまくしていっているわけですね。で、こういった、機能が、少しこういうふうな脳の領域の機能低下で落ちてしまうと、なかなか生活はしづらいわけですけれども、ただ、少し見方を変えると、いろんな固定観念を持っているような状況を、外れてしまうと、いろんなアイデアがもうあまりステレオタイプに限らず、いろんなことが頭に出てきても出てきてしまいますといったような状況がどうも先ほどの人たちに起こっていたんじゃないかというふうに考えられるわけです。で、我々も、この前頭葉の機能は落ちていませんけれども、ある時間帯に、ここの機能が落ちて、なんかいろんな突拍子もないことを考えるような時間帯があります。これ皆さんも多分経験したことがあると思うんですけども、例えば酒を飲んだときなんかは、ここの機能が結構低下します。で、いろんなお酒の席で、すごい面白いアイデアを思い浮かんだみたいなことは経験されたことがあると思うんですけども、そういったときも、多分脳の機能全体が結構低下しているので、後で思い出せないといったようなことがあったりします。あとは、寝入りっぱなですね、眠りっていうのは頭の前の方から、実は休んでいくというような特徴がありますので、ここが結構最初に、眠るわけですね。脳が眠るわけです。そういったときに、うとうとしているときになんかいいアイデアが思い浮かんだみたいなことが起こります。ただやっぱり、寝てしまうときも頭全体がどうしても機能が低下するので、創造性にとって、最適とは言えないわけです。ですので、創造性を発揮したいときに、このようなところがうまくちょっと使い方ができないかみたいなことを考えたいわけですね。そういったことをモチベーションに研究をしています。で、これ先ほど、書いた創造性のプロセスですけども、このひたすら考えるところからひらめく、何かいいアイデアが出たっていうふうなところを、考えたいわけですけども、これ創造的思考というふうに、学問的には呼ばれています。クリエイティブシンキングですね。で、これをですね、もう少し、細かく区切って、プロセスを考えた、アメリカの心理学者がいるんですけども、これに沿って我々も結構モデルにして研究を進めているわけですね。で、準備、負荷、ひらめき、検証というふうなプロセスに分かれてますけども、準備っていうのは、ひたすら考えるところですね。つまり、何かを考える、アイデアを思い浮かべたい、イノベーティブな考えを思い浮かべたい場合にも、やはり、演疫的な考え方とか、機能的な考え方を駆使して、いろいろ論理的に考えて、るプロセスもやっぱり重要なわけです。これ準備期間と呼びます。で、簡単な問題であるとか、これまで自分が経験したような問題っていうのは、この準備でもう決着がつきます。ただ、新しいやっぱアイデアを思い浮かべたい、こう作りたいといったときに、自分がまあ簡単でない何か問題であるとか、自分が経験したことでない場合は、この準備期間では決着がつかないわけですね。そういったときに、少しこの思考から離れて、何かまあインキュベーションと呼ばれてますけども、温めの期間を作ると、結構ひらめきの頻度が高まるということが、いろんな実験結果でまあ言われているわけです。ここ重要なわけですね。で、まあ、ひらめいたと。これ、まあ、ひらめきも結構、その瞬間なので、自分ではなかなかどういうふうにひらめいたかって、なんか意識できないわけですけども、ここでひらめいたものも検証して、果たしてこれは問題にとって確か最適解なのかみたいな検証をする必要もあります。で、これがどうもダメらしいなっていったときには、また準備状態に戻るというわけですね。で、先ほど言ったように、ここが結構ひらめきの直前で、まあ、重要なわけですね。負荷、インキュベーションが重要なわけです。で、これ、なんとか科学的にこうメスを入れたいわけですけれども、結構ですね、これ、まあ、先ほどの松村さんのお話も少し出てきましたけれども、まあ、経験的には、こういったときに、まあ、温め状態になってひらめくよねっていうのは、なんとなく昔から言われていたようです。これは北宋の政治家のですね、北宋の政治家で文筆家の王陽修という人が、いいアイデアを作るには、まあ、三乗に尽きると、ひらめきの三乗に尽きるというふうに言ってるんですね。で、どういうふうなことを言ってるかというと、まあ、その当時は馬の上か、あるいは枕の上か、川屋の上がアイデアを生み出すには非常にいいというようなことを言ってるわけです。これ馬の上は今で言うと、まあ、例えば電車に乗って、何を考えるともなく、まあ、ぼーっとしているような状態でしょう。で、枕の上っていうのは、まあ、先ほど出たようなね、立派なこれもぼーっといろいろなことを思いを巡らしている状態ですね。あと、川や、まあ、トイレのところも、まあ、なんとなく皆さん経験的に分かる、まあ、どういう状態か分かると思います。で、こういったひらめきの三乗で起こっている状態っていうのも、やっぱり科学的な、テーマになってるんですね。名前もついています。これなんとなくぼんやりしてる、いろいろ考えてる時のことをマインドワンダリングというふうな言葉で、まあ、定義づけて、研究が進められているわけですね。で、これどういうことかというと、意図せずに今やっていることとは関係ないことを考えてしまうこと。例えば電車を乗っている時とか、まあ、寝る時とかトイレしている時のとは関係ないようなことをですね、もういろいろ巡らすというような状態がマインドワンダリングというものです。で、いや、これマインドワンダリングっていうのはなんとなくわかるけど、私結構いろいろ毎日仕事で忙しくって集中していて、このマインドワンダリングあんまりないかなというふうに、まあ、皆さん思いになるかもしれないんですけど、これもやっぱり研究がされていて、起きている時間のおよそ半分の時間で、まあ、どんな人もこのマインドワンダリングが起こっているというふうなことが、まあ、言われています。これ結構キーワードなんですね、今日のキーワードになりますが。で、マインドワンダリングがどうも、まあ、いろんなアイデアを思い浮かべるにはいいらしいということが経験的に、まあ、言われているわけですけども、じゃあ、このマインドワンダリングっていうのは、まあ、ぼんやり考えているときには、脳はどういうふうな活動をしているのかっていうのを調べた人がいます。で、マインドワンダリングをしているときに、まあ、MRI の中に突っ込むわけですね。実験参加者を突っ込んで、どこが活動しているかというふうに調べてみますと、デフォルトモードネットワークというふうな名付けがされているような複数の脳の領域が活動することが分かっています。この前頭前野内側部。まあ、これも名前は特に覚えなくていいんですけども、まあ、前頭前野内側部。これ、先ほど前頭前野っていう名前が出てきましたけども、そことは少し場所が違うんですね。あと、帯状回後部というところとか、あるいは側頭葉、まあ、テンプルのところですね。外側とか内側の領域がぼーっとしているときには活動するということが分かっています。で、これらの領域がどういうふうなことをしているかというと、まあ、おおよそ大雑把に言って、記憶に関連しているような領域が活性化しているんですね。例えば自分の経験の記憶であるとか、自分の知識の記憶であるとか、あるいは自分の価値観なんかの、まあ、記憶なんかも、この辺りに格納されていると言われていますし、自分のあの時はすごい嫌だったな、嬉しかったなというような感情の記憶なんかも処理をしています。でですね、このデフォルトモードネットワーク、先ほど、前頭前野、背外側部、何かセレクションしてフォーカシングしてデシジョンメイキングするという話をしましたけれども、集中しているときにはこういうところが活動して、ちょっとぼーっとぼんやりいろいろ考えているときには、こういった、まあ、記憶の領域がアイドリング状態、デフォルトという名前がついてますけども、アイドリング状態で活動しているらしいということが言われているわけです。で、記憶のお話が、脳でこう記憶に関わることがそうぼーっとしているときに行われていると、処理が行われていると考えていると、どういうことが、具体的に言うと、どういうことがこう実際脳の中で起こっているのかを説明しますと、人間の脳の記憶っていうのは、いろんな知識とか経験がバラバラに格納されているわけじゃないんですね。意味的に近いものとか、何かそうですね、近いものが、近いような領域にこう格納されているというふうなことが言われています。例えば、ですので、例えば消防車、これは例ですけども、消防車っていうのをイメージしたり考えたりするときには、消防車だけがこうイメージされるだけではなくて、それに関連した赤であるとか、あるいは救急車であるとか、火が同時に無意識にも活性化するんですね、我々の頭の中に。意識するしないにかかわらず活性化します。で、時によっては、例えば消防車のことを考えているんだけど、赤というふうなイメージを介して、例えば日の出とか、あるいは道路みたいな、一見、消防車と、これ道路は多少関連していますかね、一見関連していない日の出なんかもイメージされることもあるというわけですね。で、先ほどの、マインドワンダリングのことを考えますと、マインドワンダリング中には、こういったデフォルトモードネットワークのどうもこうすごい活動が活発になるらしい。そうすると、何かを考えているときに、結構広い領域でこう語とか、意味とか、イメージとかのこう活性化が起こるわけですね。で、そうすると、じゃあ何かを作り上げるときに、全然関係のないところを結びつけるような下地が、こういった活動でどうも作り上げられるということが考えられるわけです。面白いですね。なんか自分の頭は活動してるだろうかっていうような、自分の頭の活動は全然意識ができませんから、ちょっと心配になりますが、これは無意識的にもちゃんとこういうふうな働きがどうもあるらしい。で、じゃあこのデフォルトモードネットワークが本当に何かいい影響を及ぼしているのかっていうのを我々は調べました。例えば先ほど出てきた創造的思考ですけども、創造的思考をこう、実験参加者の人に行ってもらうといるときには脳は一体何をしているのかっていうのを、脳波をこう使って脳波計測をするわけですね。で、創造的思考というのは、何をするかというと、工学部にいるので、できるだけなんか設計とか設計界をこう導き出したい、そのための方法を作りましょうというようなモチベーションがあるので、何かのツールを、そのツールの、本来の使い道以外の使い道をできるだけたくさん、すごい面白いアイデアを思い浮かべてくださいねっていうことをさせながら脳波を取るわけですね。で、そうすると、脳あるところが活性化するわけです。例えば何かこう書くとか喋るところ以外に、この創造的思考時には、後頭葉とか側頭葉とか頭頂葉を含む、先ほどからずっと出ているこのデフォルトモードネットワークというところが活性化するということを確かめました。で、領域からすると、この創造的思考時には、こう視覚的、デフォルトモードネットワークの活性化があって、視覚的などうも記憶イメージを使っているんだと。言葉だけで考えているようですけども、視覚的な記憶をこうすごいたくさん活性化させて、何か産出して、生み出しているんだということが分かったわけです。このあたりの視覚的な、記憶っていうのは、割とこの次の話に、関連がしてくるかなと思います。で、ちょっと本題、最後の方になりましたけども、本題のアート活動と脳の話ですけども、ビジュアル的なアート、絵画ですね。お話を少しご紹介しようかなと思います。で、アート活動というのもいろいろあります。例えば、先ほど最初に出したような、音楽であるとか、あるいはダンスみたいな話の活動というと少しカテゴリーが違うかもしれませんが、絵画に関して言うとアートを鑑賞するというふうな行動がありますし、あるいはアート、絵画を描くというようなアートを作るというような行動もあるかと、活動もあるかと思います。で、この2つに分けて少し、一体我々の脳の中で何が起こっているのかっていうのを紹介しますと、まず最初アートを鑑賞するですね、絵画を見るというふうな状況の時の脳のお話、研究の、結果を示しますと、やっぱりMRI の中に実験参加者に入ってもらうわけですけども、中にモニターを入れて、いろんな絵画を見せるわけですね。生物画を見ているときとか、あるいは風景画を見ているときとか、肖像画を見ているときとたような、いろんな絵を見ているときの実験参加者の脳はどこが活動しているのかなというのを測定するわけですけども、ちょっと当たり前のところもありますけども、視覚や、物を見ているわけですから、視覚や頭の後ろの方に、視覚的な処理を司るところがありますが、そういうところが活動します。これは割とリーズナブルですね。風景画を見ているときには、風景を見ていますから、絵とは言っても、実際のリアルな風景を見ているときに活動するような領域、風景画を見ても活動します。会話妨害というところですけども、場所に関する処理のところが活動します。で、肖像画を見ているとき、顔、人が乗ってるわけですね。それを見たときには、やっぱりリアルで顔を見たときに活動するような防水状態と言われるところが活動します。これは比較的、そうだろうなというような結果だと思いますが、ただもう少し絵を見る観点っていうのをちょっと高めて、複雑に、処理の話に観点を向けますと、この絵は美しいなと判断したとき、この絵は醜いっていうのがちょっとアグリーっていう名前で研究されているので、ちょっと絵が醜いっていうのは表現はなかなかちょっと訳としては難しいかもしれない。この絵はいまいちだな、あまり良くないなといったようなときに、結構活動が違うわけですね。で、絵を美しいと判断したときには、これまた前頭前野というところですけども、またちょっと場所が違っていて、目の少し近くの眼下前頭前野というところの活動が美しいと判断、絵画が美しいと判断したときには、ここが活動するんですね。で、これは何をしているところかというと、報酬系というふうに呼ばれています。で、これは例えば動物ですと、餌を見つけた、餌を食べたといったときに活動する領域ですし、あとは、人間ですと、サラリーもらって、1ヶ月のサラリーもらって、嬉しいな、お金を得たときに、こういうところが活動しますけれども、こういった報酬系がですね、絵とは言ってもやっぱり報酬になるんですね。脳にとっては嬉しいことなんです。で、ここが活動します。で、一方で、これはこれで面白い結果なんですけども、一方で、この絵は嫌だな、見にくいなというふうに判断したときには、運動に関するところが活動するというふうなことが言われています。で、もちろん絵を見たときには別に運動するわけじゃないですけれども、何か多分生体にとって良くない情報だと判断してるんでしょう、脳は。不快な情報から逃げる行動のシミュレーションをどうも別に動くわけじゃないんだけど行ってるんではないかというふうな解釈がされています。人間、我々は運動やっていう運動嫌な絵を見たときに運動したくなるわけじゃない、無意識的なんだけど、そういうシミュレーションをしっかり行っているというふうな面白い結果です。ここのスライドで、特に言いたいのは、美しいといったときには脳は喜んでいるというふうなところですね。で、同じく、違う人たちの研究ですけども、アートを鑑賞したとき、いろんな絵を見せたとき、これもやっぱり MRI の中に入ってもらうわけですけども、絵を鑑賞しているときにですね、強い神秘体験、これは素晴らしいなっていう感動、美しいもその中に入るかもしれませんけれども、これはすごい感動する絵だなと、この感動が強ければ強いほど、先ほどから出ているこのデフォルトモードネットワークが活性化するということも明らかになっているんですね。なんでこの感動すると、ここは活動するんだろうというふうに考えるわけですけれども、どうやらこのデフォルトモードネットワークがやっていることから考えると、絵を鑑賞して感動しているときには、自分の経験、絵に関する経験もあるでしょうし、なんか人生の経験もあるかもしれません。とか、知識とか感情とか価値観などの記憶をフル活用するということが推定できるわけですね。で、こういったことから考えると、アート鑑賞も多分もう良いと思うんですけども、美しいものであるとか、あるいは感動するような良いアート鑑賞っていうのが、どうもこの脳の観点からすると、創造性の発揮につながる、創造性にとって脳のいい状態を作り出しているんじゃないかということが、どうも考えられます。よろしいでしょうか。これがアートを鑑賞するというふうなところですね。で、アートを作る、絵を描くということもどうもいい、絵を描く自体がクリエイティブな活動なので、良さそうですけれども、少し脳の観点からすると、絵がうまくなるというだけではなくて、いい効果があるらしいということが分かっています。あと、未経験者がですね、絵を描くトレーニングをして、10週間絵を描くトレーニングをしたというようなグループと、絵を鑑賞する方法ですね、この絵はこういう歴史、こういう背景があるんですよということを、絵の見方というのを10週間トレーニングしたというようなグループに分けて、やっぱり脳が測るわけですね。じゃあ、どの絵を描くトレーニングの人たちも、絵を鑑賞するトレーニングの人たちも、やはり先ほどのデフォルトモードネットワークが活性化するということが言われています。で、絵を描くトレーニングをした人の方が、よりこの活動が高まるというふうな結果も出てるんですね。もちろん、絵を見るというトレーニングも活動はするので、これはこれでいいんですけども、よりどうもすごい活性化を導き出しているらしいということが言われています。で、絵を描くという行為、これは解釈、脳科学として解釈しますと、絵を描くという行為は、手を動かすとか、何かを、外界の世界をコピーしたりとかするというだけではなくて、自分の記憶のイメージを活性化して、それを表現しているんだろうということが、なので、ここはトレーニングすると、ここが活性化するようになるんじゃないかというような解釈ができます。なので、先ほど絵の鑑賞の話をしましたけれども、絵を描くこと、絵を描くというアート活動も、どうも脳の観点からすると、創造性の発揮につながるということが、どうやら言えそうです。さて、これ最後になりますが、まとめになりますけれども、今日は創造性と脳の話、アートの、にとって、一体脳はどういうふうないいことがあるんだという話をする際に、創造性を一つ軸にしてお話をいたしました。で、創造性にとって何かひらめきの直前の状態っていうのは、脳ではデフォルトモードネットワークというふうな名付けられがしているような領域の活性化がどうも非常にいいらしいということが分かりつつあります。で、これはまあいろんな、例えば瞑想したりとか、いろんな方法があると思いますけれども、今日のテーマであるアート活動、アートを鑑賞したりすると、アートを作ると。いうふうな活動をしていても、ここのデフォルトモードネットワークの活性化がどうも見込めるらしいということが分かりつつあるので、どうもアート活動っていうのは創造性にとって、もちろん経験的にはそういうふうなことは言われてきていますけれども、脳科学の科学的な観点からも非常にリーズナブルな、どうもことらしいので、これは非常に何か、自分の脳はこういうふうにチューニングされてるなと、頭の隅の方でこう考えながら、アート活動にぜひ取り組んで、楽しんでいただければいいかなと思います。私の方からは以上になります。ありがとうございました。上田先生、ありがとうございました。なんか、私のお話の後に、本当にスムースにすごくエビデンスベースでつなげていただいたなという感じがしました。面白いですね。やっぱり鑑賞するのと作るっていうのが、共にやっぱり創造性につながるんですけれども、それぞれの役割っていうのが、最近ですとね、ビジュアルシンキングストラテジーとか、ニューヨーク近代美術館が開発した、あれですよね。絵を見て、どう感じたかっていうプログラムがありつつも、手前味噌になってしまいますが、絵を描くことによって活性化されるって2つがあるんですけれども、私が率直に感じたことはですね、やっぱり今まで我々ってすごく言語の世界、論理的なやっぱり世界が、特に、ビジネスの世界そうなんですけども、それがやっぱり非言語の世界ですね。まさにおっしゃっていたような視覚的なイメージの世界っていうものが、すごくひらめきとか発想につながるっていうところが、すごくなんか脳科学でもすごく証明されている段階にあるっていうところがとても興味深かったですね。はい。そうですね。我々は結構メカニズムにすごい興味があって、これやれば良くなるからそれでいいんじゃないっていうのも一つは立場としてあるんですけど、どういったメカニズムでそれが実現しているのかっていうのは興味あるんですが、いろいろ調べていくと、例えば絵を描くにしても、絵を見るにしても、何か描く作業というだけではなく、あるいは何か目の前にある絵画を見るっていうだけではなく、自分の例えば経験とか、あるいは知識とか、あるいは自分のそういう価値観、感情なんかを、もちろん言語的に考える場合もあると思いますし、その脳の活動から考えると、ビジュアルに自分の経験とか価値観をどうも活性化させるような、どうも機能が海外、まあ、家具にしても作るにしてもあるようで、あ、だから創造性にいいんだみたいなところの出力とこう、まあ、入力の間がちょっと埋まったかなっていうふうな感じはしていますね。まあ、非常に面白いなと思います。うん、そうですね。あとスライドの中で記憶のネットワークのスライドがあったんですけれども、実は、まあ、アーティストのいろんなタイプが、作品を作れないのがいると思うんですけど、まあ、私の、まあ、美術講師やっている何人かとか知り合いの画家でも、どちらかというと、結構記憶のネットワークをどんどんつなげていっていうことを結構やるわけですよね。ですから、哲学書を読んだりとか、文学に触れたりする周り、実はアーティストが多いんですけども、書くときはやっぱりいつも虫になるっていうわけですよね。でそれがやっぱり記憶のネットワークの最初の何ですかね、イノベーションの始まりでも、最初は、準備の段階は結構記憶の整理とかロジックで始まるんですけど、このひらめきのところがですね、まあ、馬の上、枕、川のように、なんかその、記憶のネットワークを辿りながらも、一時それをシャットダウンする。辿るシャットダウンするっていうのが、なんかそう繰り返してるところっていうのも、とっても面白いなって感じましたね。はい。そうですね。まあ、2つ、なんか、まあ、今の話を聞いて、まあ、思ったのは、まあ、マインドワンダリングという話が出てきましたけど、まあ、マインドワンダリングいろいろこう考えを巡らして、その中ではいろんな記憶の領域が活性化して、でもネットワークが活性化するということだと思うんですけども、で今日の、まあ、例では消防車が、まあ、真ん中に来てましたけども、はい、最初の取っかかりが結構まあ実は重要で、まあ、マインドワンダリングしている状況を考えると、まあ、今日のご飯は何にしよう、はい、晩ご飯は何にしようかなみたいなことも、マインドワンダリングの範疇に入るわけですね。上ではいいんですけど、なんかことクリエイティブな話になってくると、真ん中の何を真ん中に持ってくるか、創造性のプロセスでいうと問題に気づくのですけど、何を自分の価値観で真ん中に持ってくるかっていうのも結構重要なのかなっていうふうに思うのが一つです。で、あともう一つは先ほどのお話にも例で話しますと、活性化させてるだけだと結構発散してしまって結局出力できないことになるので。まあ、脳の活動で、デフォルトモードのネットワークと集中の部分の、図の2つを出しましたけども、デフォルトモードネットワーク、マインドワンダリングで活性化させた後に集中して、収束させるようなプロセスが必要で、アーティストの人たちは経験的にそれをやってるんだと思うんですね。簡単的な全ていいんだっていうわけではないってことは、多分皆さん、経験的に、特に、まあ、優秀なアーティストほど分かってるんじゃないかなと思います。そうですね。でも、シャットダウンするっていうのは、まあ、集中するというふうなことで、このバランスが必要ということは、非常にまあ理にかなってますね。なんかあれですね、千利休の唱えるお茶の世界の手張りに近いのかもしれないですね。最初は師匠に言ったことを、もうとにかく守って学んで、でそれから手張りでちょっと破っていって、で最後は、破ったことも守ったことも、とにかく記憶の外から消して、離れて教師を開くっていう。なるほど。だからまあ、その0から多分1は作れないので、やっぱり何かのこう自分の多分学習したものとか、あれは師匠から学んだものをちゃんと持って、それをたくさん持った上で、それをいろいろ結びつけるっていうことが必要なので、周波が必要なんだと思うんですね。多分まあその神様が何かアイデアをくれたっていうのは比喩的に使いますけど、どうのかそれはちょっとありえないので、多分まあ、その種っていうのも重要ですし、破るっていうことも重要ですし、離れるっていうのが脳でまあどういうふうにこう実現されてるかわからないんですけど、全然こう、意味的には、あるいはビジュアル的には全然簡単なないものをうまく結びつけるみたいな能力っていうのが、まあ、まりかもしれないですね。そうですね。ありがとうございます。ちょっとですね、質問が、来ております。はい。絵を見るよりも、絵を描く方が、体のより多い部分を使うから、かっこ刺激が多いから、よりデフォルトモードネットワークが活性化するのでしょうかという質問です。なるほど、なるほど。それも一部あるかなと思います。最近は脳をこう鍛えるのに、脳だけをなんとか鍛えていいっていうわけじゃなくって、どうもこの、まあ、末梢って言いますけど、身体、まあ、目も末梢ですね、耳、手足、まあ、内臓なんかもより鍛えるってことは脳にとっていいんじゃないかなっていうふうなことが言われてますので、何かを書くっていう、こう、アクティビティがいい、可能性もあります。ただ、ちょっと今日ご紹介した、研究が、絵を見るトレーニングっていうのが、この絵は歴史的にこう見ましょうねとか、頭でっかちのこうトレーニングになってる可能性もあって、論文読んでみるとそういう可能性が考えられるんですけど、もうちょっと自由に絵を見てみましょうねっていうふうになってくると、もうちょっとこう活性化するのかもしれませんが、ちょっとこう細かいところはこれからどんどん調べていかないと分かりませんけれども、身体を伴うっていうことが、脳の活性化にとっていいっていうのはもしかなくて、絵を描くっていうのはいいのかなと。もちろん絵を見るっていうのもいいのはいい。目を使いますから、足を使いますから、と思いますけれども、これからの研究を待っていただければいいかなと思います。そうですね。私もその今、ご質問あった身体っていうところで言うと、ちょっと上田先生というのは話を聞いてて思い出したんですけど、情動の研究をしているダマシオさんっていう、社会心理学者の方がいまして、その方が言ってるのは、いわゆる日本語で話すと情動なんですけど、我々がこうやって話してる時も、最初にやっぱり臓器が動いて、その臓器が動いた信号が脳に伝わって言語化されるっていう研究をされる方で、結構やっぱりその頭と体がやっぱりつながってこそ新しい創造性が働くな、いわゆるアートの世界でいう身体性っていう言葉を使うんですけど、なんかそれとすごくダマシオさんが言ってることと同じことなんだなっていうのを今結構感じましたね。そうですね。はい。はい。あともう一つ、スライドの中で、美しいものが報酬で、醜いものが運動っていうお話を、スライドでありましたけれども、さて、今の現代アートっていうのは、簡単にパッと見ると、なんじゃこれはわけがわからないっていうのがあるわけじゃないですか。はい。これはですね、いわゆる印象派までの、いわゆる美しいものでもないし、醜いっていうものでもないし、この現代アートのなんじゃこりゃっていうのは、これはそうですね。ここは結構ここでお示しているような研究っていうのは、やっぱその人が一体どういうふうに感じてるかっていうふうなところの脳を調べてるので、やっぱり例えば新しすぎて、これはどうも自分は受け付けないなっていった場合には、やっぱりこういった活動になる。だと思うんですね。ただ、例えばそれを繰り返しを見ることによってとか、先ほどの背景を見るっていう、背景を知って、見るっていうことが重要だと思うんですけど、背景を知ると、こんな面白さがあるのかっていう場合には、最初のコンセントレーションはこっちだけども、徐々にこっちに移るっていうことは十分に取れます。で、単純接触効果とかいう、効果もありますけども、この触れることによって、あんまり別に好きでもないし、どうでもよかったものが好きになってくるっていうふうな効果もありますから、最初に嫌だと思ったものは、その時は、やっぱり報酬とは感じなくて、何とか繰り返してみるとか、見方を、例えばトレーニングするみたいなので、ようやく、脳は嬉しくなるみたいな話は、起こってるのかなと思いますね。なるほど、なるほど。ちょっと前の記憶のネットワークにちょっと戻りますけど、結構なんか脳のシナプスが、とにかくやっぱりその視覚的な、あれですかね、刺激を受けることによって、バラバラのなんか、パズルのピースがどんどん繋がっていくようにすごく近い。そうですね。で、ただ、やっぱりじゃあ何かいろんなことを、イノベーティブなアイデアを思い浮かべたいので、いろんなものを結びつけようと集中すると、脳にとっては結局集中モードになるので、やっぱりステレオタイプな、思考になるんですね。ここなんかやり方が難しいんですけど、なので、先ほどのマインドワンダリングじゃないですけど、一体どうやったら集中しなくて、ただやっぱり創造性にとっていいような状態、寝るような状態とか酒に酔ってるような状態じゃなくて、いいような状態ってどうやって作り出せばいいのかっていうのをみんな研究者がこぞって調べているところなんですけども、その一つの取っかかりとしてアートがあるなっていうのは、言えそうなんですね。ちょっとなかなかアートを見たりとか書いたりして、自分の能力がすごい上がってるっていうふうな自覚はなかなか持てないんですけど、こういう研究が出てるので、これ必ずチューニングされてるだと信念のもとやると、ちょっとモチベーションも上がるんじゃないかなっていう気はしますけども。ありがとうございます。でも質問がまた来てます。日本画が線で描き、西洋画が光と影で描くのは、東洋人と西洋人の脳の違いがあるのでしょうか。いかがですか。美術の専門として。脳の、東洋人と西洋人の脳の違いがあるのでしょうかっていう。そうですね、これはなかなかちょっと難しい質問だと思いますけれども、まあそういうふうな、これまで絵画のこう歴史があるので、何らかの多分文化差、あるいは人種差みたいなのもあるのかもしれませんが、ちょっと現段階ではそれほど明確には言われてなくて、例えば音楽なんかでは、まあ結構脳の研究がされていて、どうも日本人と西洋のこう人たちの文化圏の違いによる、そのリズムの感じ方とか、メロディの感じ方みたいなのは、この観点からどうも違うらしいみたいなことは言われているんですけども、どうなんでしょうね、これは。ちょっとこれは美術の専門家になんでこういうふうなことになったのかっていうのを聞いてみたいところでありますけどね、何かのヒントになるかもしれない。そうですよね。まあ、簡単に言うと、やっぱり今のね、デッサンっていうのが冒頭でお話したように、やっぱりルネッサンスの偉人たちが開発したもともと技術なわけですよね。もともと3次元のものを2次元上でどうやって立体的に見せるかっていうところの、なんか、私はちょっと脳科学は全然上田先生の専門の分野なんですけど、多分そこの、やっぱ最初のインプットが、ルネッサンスの偉人たちが発明した表現の技術っていうのがどんどんやっぱり伝承されていって、それがやっぱりまあ特にね、ヨーロッパのスタンダードの表現になっているっていうところがあるんじゃないかなと思うんですよね。まあちょっと話ずれちゃうんですけど、この前音楽のワークショップやった時に、僕はギターでコードを弾いて、それを言語化してくださいって言ったんですね。そうしてましたら、昔の昭和のですね、いわゆるフォークソングのコードを弾くと、皆さんが、なんか四畳半で貧乏学生の暮らしとかですね、なんか銭湯に、お風呂のない家の人が銭湯に行くとかですね、これ実は昔のかぐや姫の神田川のコードを弾いたら、そういう印象が出てきたんですね。ですから、インプットされてるので、アウトプットが出てきたので、なんか多分おそらく西洋画っていうのが、まあ、それだけやっぱりルネッサンスの巨人たちが作ったイノベーションが、ずっとインプットに残ってるからじゃないかなっていうふうになんか思いました。はい。あと、ちょっともう一つ、絵を見てデフォルトモードネットワークが活性するのがそのままだと発散してしまうとのことでしたと。この活性化、つまり創造性開発を維持したり、さらに活性化されるためにはアートに触れる頻度をと量を増やしていけばよいのでしょうかと。私はまさにこれは非常にいいご指摘ですし、多分これを考えていかないと、結局アウトプットにつながらないというところもあるので、これは考えていく必要があるんですけども、バランスを取る、集中と緩和、バランスを取るときに、難しいのは、集中から緩和に行くのが難しいんですね。緩和から集中に行くのは非常に、人にとか状況によりますけど、意図して集中するので、これは割と平易にできます。ただ集中している状況から緩和っていうのは意図せずに出てくるような状態なので、そこが難しいので、例えばアートであるとか、アート活動であるとか、瞑想なんかでもいいと思うんですけどね、緩和をするというふうなことを、だから頻度とかを高めるっていうのはいいと思うんですね。多分集中するという戻ることは自分の意思でしっかりできるので、バランスをどれだけ取るかっていうのは自分でコントロールできますから、緩和に至るような頻度を高めるとか、頻度をコントロールするっていうのは、何かアウトプットにつける活動のヒントかもしれないですね。これはやっぱり苦労、どうすれば緩和に持っていける、意識的にしちゃだめなので、すごい板挟みなんですけど、いかに作り出すかっていうのを、その方法を今、調べているところですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後の質問に行きましょう。脳はどうして美しいものを見ると喜ぶのでしょうか。そうですね。美しいものっていうのが、まあ、いろんな海外になってくるとかなり複雑になってくるんですけど、まあ、これ、まあ、いろんな美しさの、まあ、原則ってよくありますよね、その、まあ、黄金比とか。割とそういうふうなその何かバランスが取れたっていうのは、どうも動物、まあ、人間に関わらず動物にとって非常に好ましいもの、対象なんですね。だから絵画っていうとなかなか意識しづらい。やっぱバランスが、その人の中でバランスが取れているものを美しいと感じるわけです。なので、まあ、バランスが取れた、まあ、何か、まあ、何かの対象を動物が見て報酬を感じるように、まあ、人間も複雑なものではありますけど、絵画を見たときに、美しいなと感じたときには、まあ、報酬系が活動するということが、まあ、考えられますね。まあ、美しいという言っても、そんな、まあ、動物にとってはそんなに特別なことではない。美しいと表現をしていますけども、なんかまあ、均等がこう取れているような均質な感じで、非常に、まあ、いいバランスだな、バランスが取れていてもいいバランスだなとか、そういった価値観を、まあ、多分元に美しいと感じているので、喜ぶというのは綺麗ですけども、そういうふうな論争が行われるんじゃないかなと思いますね。なるほど。なんかあれですね、私の経験からするとですね、私、父親が、まあ、4年前にいた会社は画家だったんですね。で、父方に芸術家が多い家系に、まあ、幸か不幸か育ったんですけども、そうするとやっぱり、私の画家である父親は、まあ、フランス絵画の影響を受けるわけですね。印象派。そうすると、同じ赤でも、私が美しいと感じる赤っていうのは、ヨーロッパの赤なんですよ。でも、小学校の図工の時間とかのみんなが描く赤っていうのは神社仏閣の赤なんですよね。それは多分美しいと、多分感じ方が違うのは、まあそれだけやっぱりその記憶のネットワークとか結構インプットとかっていうのはなんかすごくあるんだなっていうのを先生のいろいろスライドから改めて僕は感じました。まあ多分そのね、この絵が美しいなっていうふうにまあ今感じるっていうことの多分ベースとして、まあ、これまでまあ赤ちゃんの頃からずっと暮らしてきた中で、それとまあ似たようなものをなんか好ましい経験と一緒に記憶してるんじゃないかなと思うんですね。それも動物のようなまあ本能でまあバランスのいいっていう話もありますし、何かまあ神社で楽しい思い出があったとか、そういったような記憶とまあ色なり形なり、何かまあオブジェクトなりっていうのが、多分美しさをこう、なんかこう、想起させるようなもとだと思う。まあ、記憶は割とキーワードですね。なるほど。ありがとうございました。本当に脳科学とアートの話してるもう尽きないんですけれども、そろそろ時間に、なりましたので、はい、どうも、本日は、宇野先生、ありがとうございました。はい、本日はありがとうございました。引き続きいろいろとお話をさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。あ、そうですか。すいません。はい。今度7月の15日に、第2回目を開催しますので、ぜひご参加ください。こちらの方がですね、7月ビジネスの現場におけるアートと事業創発ということで、丸尾先生にお話をいただく、また、増村さんと丸尾さん、お願いしたいと思っております。まあ、こういう形で、アートの効用というか、アートを活用するということで、どんなことができるのか、研究していきたいなと思っておりますので、皆様もぜひご期待ください。本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。